言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。今日は今回は、はい、こちらのホテルでいつもコラボさせていただいてる木村屋さんに、はい、木村屋さん、はい、あのもんじゃで、そうです、有名なね、のはい、にのお店に移動していただいて、はい、はい、お店とお料理の紹介をさせていただけたらなと思います。三浦です。三浦君ですね、はい、木村屋の三浦君です。そしてで店長の、はい、岡和田です。岡和田さん、はい、そして従業員新井です。新井さん、さあ木村屋さんのね、あの奥の座敷の方に来ましたけど、こんな風になってるんですね。広いです。まあいっぱいの人がいますけど、あのね、来てました僕、ね、15年前にね、来てました。俺でね、どういうわけかね、スタンプが人のサインのとこいっぱい貼ってあるんですよ。で、あそこにどさくさまがいて、カープの誰か知らないけど、あの人のとこ横に俺のサイン書いちゃってるんですよ。で、山にどっかでガッツ石松さんが来てますね、ここに。ね、料理の方、まあ今ちょっと一品料理出してもらいました。で、こちらがね、ホテルでも紹介しましたが、はい、ネバネバトリオ。トリオですね。はい、そうです。で、こちらがこれは小袋のからしポン酢です、ね、なるほど、人気商品なんですね。はい、なるほど、はい、で、これはね、俺さっき俺最初に来て俺が頼んだ千枚、生千枚どうしても食いたかったから、うん、最初にもうホッピー飲んじゃってたからじゃあ、とりあえず乾杯しましょうか、3人で、はい、じゃあ乾杯、はい、じゃあ木村屋さんをちょっと堪能しましょうか、はい、いただきます。さあ、それではね、早速食べましょうか。はい、どうぞ。じゃあこの小袋ポン酢いってみましょうかね。これ人気商品なんですか。はい、よく言います。はい、これに歯ごたえ最高。どうぞ食べてみて、うん、初めて食べます私。台湾料理だとあの定番なんですけど、まあ、こういう食べ方も珍しいですね。小袋ポン酢え、その小袋食べて笑うの初めて見たけど。そうですね。何、美味しい。美味しい、美味しい、美味しいの笑いなの。美味しい。ああ、そうなの。歯応え、コリコリ。はい、はい、ネバネバトリオ、ね、ネバネバトリオね、はい、手巻き寿司みたいに巻いていただいて、はい、で下を折り曲げてください。はい、で、まあ、ちょっと混ぜて、はい、で、スプーン1杯程度入れてもらって、あとはパクッと召し上がってください。いただきます。はい、どうぞ。いや、それ大丈夫よ。大きいお口で、ね。うん。大丈夫でしょ。うん。ね。うん、なんか。ありがとうございます。ちゃんと喋れて。はい。どうぞ。美味しいですか。これね、僕はね、そんなに多く入れないんですよ、これ。こんな半分ぐらいで。やると、食べても喋れるんだな。これはもう、これはもう喋ってくれる世界ですから、食べても喋れるってね。五臓六腑に響き渡るな、これね。中おかわり、というわけでね、今週も薬師流、あの今回はね、皆さんと天涯デートということで、木村さんに来ましたけど、今週の合言葉、いきましょうか。はい。それでは今週の合言葉は、小袋。これを言っていただくといつものサービスがあります。ありがとうございました。ありがとうございました。